バーンと、はい、徳さん、はい、こんばんは。来ましたね、来ましたよ、鳥取県。はい、僕初鳥取です。あ、そうですか。あの砂丘ね、有名ですけど。そうやね。それ以外にも鳥取といえば、うん、こちらですよ。来ましたよ、エリアナインさん。そうですか、知ってますか。いや、知らないでしょ、絶対。お前できて1年足らず、1年経ってないかな。そうなの。新バッティング全体です。しかし、まあ、いいとしてもさ、はい、もう暗いよ。まあでもこれ鳥取からしたら明るい方ですから、うん、いやいや、まあ、本当失礼だよ。本当に最近、うん、タイミングは合いました、うん、合うよね、合い始めました。合ってる、打つ雰囲気すごいもの。打つ雰囲気はありますか。だけね、しかしですね、うん、いかんせん捉えても、うん、フライだったりとか上がるね、あなた。本当最近それは今日ちょっと鳥取でも練習したいなと思っての練習バッセンです。寒いんでもう、ね、はい、まあ乾燥だよね。はい、で早速中へ。なんか、え、なんかボールパークみたいだよ。野球場、なんか室内練習場、めっちゃ広い。ボールパークがすごいな。すごいすごい。なんかここに一応あのあってね、野球場の壁っぽい。このボールパークはやば、すごいね。この音楽か、さっきから流れてる。そうだね、メジャーの。ご覧の通り、MLB の球場、練習場をイメージした最高におしゃれなバッセンです。とにかく綺麗、室内なのでいつでも打てます。しかも液晶のピッチャーもメジャーっぽい。アメリカに留学していた代表山根さんがメジャーの球場の良さを伝えたくてこのような作りにしてるらしいです。まずこれ、あれだね。マイルじゃないね、これ。マイルだったらやばいでしょ、これ。100マイル160キロですからね。この距離感で投げてきたらもうめっちゃもろいですけど。そうだもん、めっちゃもろい。あの映像のやつ。確かにね、怪人さん。こんなになってるから、すごい。そんなおしゃれなバッセンで、なぜフライが上がるのか、大分析です。パチのスイングの癖として、はい。はいはいはい。こういうのが多いわ。まさに。これ普通に振ったら、そんなにいかんのよ。あ、開きすぎ。なぜこっちまで行くとダメかっていうと、はい、うん、ヘッドスピードのトップがインパクトのところには来ない、うん、あ、この辺でブンって言ってない。確かにそこ行っちゃうスイング早いかもしれない。こっちの感じのやつで行った時に、ああ、この辺で言ってるでしょ。確かに。だからヘッドが出てこないのよ。あ、インパクトの時にこういう状態で打ってる。はあ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 。こうではなく、はいはい、こう打ってんだ。確かに。だからヘッド来てね。そう、来てないでしょ、はい、だからボールの下っ面をやっぱ行ってしまって、しかもヘッドがこう手首が前出てる状態だから負けて上がるわな、ポップ。だから打球も弱いんかもしれないな。それが一つ大きな要因にあると思う。あ、で、さらにもう一個、こっちに持ってくる意識が強いと、はい、どうしてもドアスイングになるんだな。あ、普通に振ったらこの辺で止まるんだ。はい、レベルの時は。はい、要するにこう出てきてこういってた。はいはい。それが2つ目。はい、そして最後一番大事なのが、はい、スイング終わりにこうなってしまうっていうのは、なってる、めっちゃ開いてるだろ。ああ、確かにね、めっちゃ開いてる。無駄にめっちゃ開いてる。こっちの方に重要視してしまってるわ、振り切りを。あ、そうではなくやっぱりインパクトに集中持っていかないと。はい、でインパクトに集中持っていこうとしたらこうはならんって。で、今回は、はい、まあ、一番分かりやすい練習法として、うん、インパクトストップ、インパクトストップ、これを一緒にやっていこうと。フォロースルーに重きを持っていくんではなく、うん、インパクトでストップ、はい、バットを止めようとすると、はいはい、うん、止まるんだよ。こっちまで行かない、うん、回転してないですね、うん、なぜならここで止まるから。だからそうなってくるとインパクトストップの時のフォロースルーのヘッドはセンター方向に行くわけ、うんうんうん、タッチのはヘッドが後ろに行くわけ。はいはい、これ結構大きな違い。こっちがやっぱ大きいな。ああ、当たらない。どうしても下に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 って、インパクトストップ意識すると、インパクト止めようとする、ミートしようとする。ここで、はいはい、こっちでもない。小さくまとまってるってわけではないんですね。うん、
ヘッドが、究極ヘッドがこの、ここから後ろ来ない、背中側に。はいはいはい。こっち。体の中で収まってる。収まる。意識。おお。今、ヘッドが後ろ行ってる感じするじゃん。はい。肩の角度見て。ああ、体の中ですね。行ってないでしょ。はいはいはい。さあ師匠、はい、なぜ半袖短パンなんでしょうか。結構寒いです。鳥取あのこの秋一番の冷え込みだっていうらしいですから。やっぱじゃ風の子ですから。ここだけを意識ってことですか。そう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 、ここだけ、うん、そうすると手首がこれあれでイメージ、はい、実際そうなるとはなんだけども、手首がそこでグッと止まるよね。グッと止まると出てきてる、ほら。あ、これがヘッドの走り？うん。今グッと止めてみ、ちょっと手首気をつけてな。ほい、出てる。はい。それが後ろに持ってこうとした時の止めたら、こう。そう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 。こういうこと。そうです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 。手首ごと回ってしまうんだな。確かに。バットが置いてきぼり。こういうことね。うん。でその時気をつけてほしいのは肩も含めてこうすくめないように、コンパクトとはまた訳が違うから。しっかりとテイクバックを取って、おお、その手首とグリップはこっち持ってきて、あのカメラの方、クッと、そう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 、いいですいいです。それがいわゆるボールのラインに入っていくまでのインサイドワークになるわけ、インサイドアウト。そこがインサイドアウトなの。でその後パンって弾き返すのは、あとはヘッドの走りっていうことになる。うん。今の振りすぎた。おーし、その感覚を覚えて、その感覚を考えすぎないよ。インパクトストップするだけ、あとのバッティングフォームは何も変えない、うん、あ、振りすぎた、振った振った、うん、イメージをしなきゃダメな。打席立ってて構えて、打席に立ってて構えてます。インパクトの位置はどこにする。理想はそこだよね。で今ストップ。でも、うん、ヘッド出てきてないよね。ねえ、そこでもう出そうと思ったらこうなったんですよ、うん、ってことはもうちょっと手前でストップしなきゃダメってことだ。うん、でちょっと窮屈すぎてる。お前この辺にあるから、お腹にもうちょい前出していいから。そうそう、よし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 。手首を多分この位置でストップすると、うん、やっぱ下がるもんかな。もうもっと手前ぐらい、この辺で返すレベル、多分もしかして内川さんのへその前じゃないけど、ああ確かに、ここで返すぐらいの勢いでパチはもしかしたらちょうどいいかもしれん。うん、やっぱ振ってるから止まりはしないんだよ。だから、うん、本当に止めようとしないでよ、イメージな、はい、でも止めようとしない、止めようとするとこう出てくる感じは、うん、そう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 、いわゆるバットがテイクバック取ってバットがゆっくりスー出てくるよね。でその時にはい出てる、もうもう、あ、すごい、すごい、うん、その時にもっと状態を我慢してあのピッチャーに、あ、いいじゃんいいじゃん、でお前それないよ打つ時、そういえばこれがないんだ、うん、パチは、はい、このちょっとした違いわかる。これで顔が残るって、うん、インパクトストップすると、あのこれがあるとここで打てるの。あボール見てな、ボール見て、はい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 、打球音が強い、はい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 、今のはいい打球でしたよ。うん、いいいい、そう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 、よし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 、タイミングさえ剥がれればインパクトストップは多分できるから。おお、おあれ、うわ、まあ、ちょっと遅かったら力んだ、うん、そうそう、分かってきてるね、それで十分だわ。よし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 、あら、見たことない、見たことないです師匠。そうするとポップフライは少なからず減ります。うん、あ、そう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 、今の遊び良かった、すごく今のめっちゃ良かったよ。そう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 、手だけで、うん、でもその感じ、ヘッドが走る感覚、うん、
うん、そう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 、ああ悪くない、それをライト方向に伸ばせたらいいね、アウトコースは。わあ、ああいい、いい、あこねた、真ん中から内側ちょっと、ああ、オッケーオッケー。でもなんか良かったですよ、なんかあの強い打球がいってる感覚ありました、うん、今この感じでバーンって言ってたら試合ではもうちょっと体にあのいい感じの緊迫感あるから、もっとパワーって発揮されるのよ試合って。その意識打ってればあとはもう試合で普通に打っていく。でさっきあのインコースどうしたらいいって話だったけど、ね、あのインコースは思いっきり待っちゃってください。逆に逆にあの止めなくていいです、そのまま待っちゃってください。ただインパクトストップがあっての回転です。そうです、藤崎君も言ってたけどさ、はいはい、インコースは そっからインパクトストップ、インパクトストップで、その後惰性でスッと回ってください。 OK です。まあインコースはまだ先でいいと思います、はい、インコース攻め来ると思いますけど、す気をつけてください。それも意識してやってみましょうよ。そうですね、ちょっとインパクトストップ、ヘッドを走らす、うん、この使い方ですね。そうです、どうしたらいこう。はい。というわけで鳥取県倉吉市ベースボールジムエリア9さん行ってみました。興味ある方ぜひ行ってみてください。徳さん、ライパチ兄貴はツイッター、インスタやってます。野球情報から徳さんのおしゃれウェア、兄貴の聴覚源、爆笑ライパチのチョンボ伝説などいろいろ更新してます。ぜひチェケラッチョー。普通にこうなだしてチャーンと、はい、まあアカンっつって、うん、どういう意図なんですかそれは。お、それ普通に売ってたんですか。めっちゃ売った逆に3割ぐらい、3割超え、で3年になった時にバットがもうこんなんやつ、スーパー一握り以上短く、2番の時ね、はい、お、赤星さんチックな、お、神宮球場だとここで叩きつけることしか考えてない。で全部内野の狙い。なるほどね嫌なバッターで、4年生になってパーついてきたらちょっと長めに持って、はい、こう普通にこういう感じでシンプルに、はいはい、という。なるほど、基本インパクトストップの感じは公式な式一緒ですよ。一緒一緒、うん、インパクトヘッドを走らせる、一緒だね、うん、ちなみに店内は超おしゃれです。おお、なんだか確か何かが、お、めっちゃ綺麗やね。ですよ、てかカメラなんだよね。これはこれは日中は普通にランチとか、へえ、あ、え、オープンしてる間はこれ作られるの。そうです。へえ、なんかこんなバスじゃないっす。社長、料理人さんとかなんですか、もともと。いや、一緒に働いてる相方が、はい、オーナーで、どういう…吉本の…吉本…全然出てないんですけど、彼が、料理です。吉本の、なんていう方ですか。山下優也と言います。山下優也さん、芸人山下優也さん、興味ある方は調べてみてください。他には卓球場やお子さんが遊べる場も完備されておりました。